まあ細井さん字綺麗だから。マジで。そういつ見せるのがあれだから。スタッフでこういうところ来ることよくあるけどな。演者でここ来る、ね、思わなかったよ。おぽいぽいぽい。この黒い色紙かっこいい。俺入ってくるとき見てたけど。おそいさんっぽいな。慣れてますね。日付お願いします。はい。何二十？三月九日。24年。おお、さすがタルトね。はい。あ、ほら、なんかバランスいいな。完璧ですよ。しても優秀だから。サインってホテルのサインしかない。すごい。全然かけちゃうんですね。ぜひ生き物係の隣に。わかりました。生き物係でお腹の中さあ、うん、ふわ。おもろ。緊張するな、俺。緊張しいだから。え、急振り出しますか、今日。出さなくていいよ。別になんかオンタイムでなんかライブ配信するわけじゃないないですね。なんかタイミングがタイミングだったから、あの、次、ローマとフィオレンティーナじゃないですか。あ、ね、コメント欄で俺はめっちゃ忘れてましたけど、伊藤さんが職権乱用してるっていうのが来てました。うん、分かったな。それで勝てばいいんだよね。フィオレンティーナか、うん、そうですね。今日直樹さんがね、はい、細井さんってすごいおしゃれですよね。どの奥さん、うちの奥さん。どの奥さんって何の質問ですか。近所の奥さん、うちの同級生の奥さん。そうそうそう。なかなか朝話せない。確かに。父さんの奥さん一回会ったことありますっけね、社員旅行かな。社員旅行ね、昔の。大変。大変ですか。仕事の流儀をね、うん、つい最近の目が 見ちゃって。あ、はいはいはい。あ、フリーマンのやつ。うちの子供に見る見るって LINE で送っててよ。おもろ。パパそんなことしてるんだぞって。パパこんなことしてるんだぞって。素晴らしい、素晴らしい。やめてや。いいじゃないですか。それこそなんか質問で、お二人の出会いはどこなんですかとか来てたんで、意外とそれ知らない人多いんじゃないかなって。まあ、うん、なるほど。それは今日はあれすんの？なんだっけ。あれも撮って、あれも撮んの？普通の本編も撮って、言いたいことは分かりました。裏も撮る。本編撮って、お便りコーナーはなしにします、今日は。で、一回切って、なるほど、質問のコーナー行きますって感じで。裏じゃない。それは、あれで出すの？出すやつ、出さないやつ。出そうと思います、せっかくなんで。はい。老化が激しくて、本当に。老化、関係あるんですか？老眼がまず一番ひどくてさ。あ、来てます？マジですか？老眼もめちゃくちゃひどいですよ。へー、そうなんだ。伊藤さんもともとあれコンタクトでしたっけ？コンタクトなんですけど、はい、老眼がもう今ね、ハズキルーペ欲しい。あー、早くないですか？早くないですか？スマホこうやって。さすがに早いんじゃないですか？老眼ってどうなるんですか？違います。これはもうバッチリ見えるのよ、コンタクト入れてっから、うん、こうなるともう見えない。近いもん、まあ、焦点が合わない。そう、焦点が合わない。スマホとかもさ、妙、うん、にこうやって遠くで見てる人でしょ。本当においしい。そこまでいかないけど、そこまでいかないけど、もうこの辺になると見えない。結構ですね。怖いな。でもまあまあ、このぐらいの年でみんな結構来るっていいな。もうだって目が見えなかったら俺もう廃業だよ。いやまあ、まあまあ、確かに。まあ、老眼始まる人別に40代からでもいるんじゃないですか。いるいる、うん、全然いる、ね、全然いるんだけどさ、
まあ抗いたいよねって。抗いたいし、そのやっぱそういうのを感じ、一個一個感じるとその自分の年齢が結構上がってることを実感したりするじゃん。仕事とか照らし合わせるとさ、もう、あ、もう、そろそろなんか、その、いい年の俺がここにいていいんだろうかみたいな感じになって。マジ現場そうだよね。カラオケ行きたいな、そろそろ。また俺も細井さんに行きたいです。ね、行こうよ。倉敷さん誘って行こうよ。え、本当にいいですか？うん、行きたいから。もういつ死んでもいいですよ。倉敷さん、カラオケ行くんすか？行きたいですよ。行きましょうよ。ずいしょって言われるんですよ。倉敷さん。おぉ出席率いいですね。出席率いい。出席率いいですね。ありがとうございます、皆さん。失礼します。盛大な拍手ありがとうございます。めちゃくちゃ恥ずかしい。めちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしいですね、はい、マイク持ってね。さっきね、はい、今、ここのスタジオさんに向けた我々の、サインを書くっていう非常に恥ずかしめを受けました。アーティストさんの横に並べてくださいって間違って言っちゃいましたけど、恥ずかしいです。はい、あれ大丈夫みんな見事にね、はい、男性ですね。いやー、そうですね。これだから900、はい、何本でしたっけ、80ぐらい ?34。持っちゃった。の中で、30人なんで今日は。だから30数倍の、うん、超難関を勝ち抜いて、うん、何もせずに勝ち抜いてきた皆さん、おめでとうございます。お父さん、これ大変ですね。何、はい、何言っても全部拍手が来て。ねえ、どうしようね。これ、どうやってやればいいんでしょうね。ちょっとね、緊張しますね、さすがにね。ね、はい、まあ、こんなにギャラリーがいるにもかかわらず、はい、うん、お伝えするのは、はい、まあ、我々が一方的に話すって言ってますね。そうね。これだから、まあ、多少ほら、はいはい、来てもらうから、うん、その、やり方としては考えなきゃいけないんでしょうけど、うん、まあ、こういう時って大体、いや、普通にやってるの見たいだけなんで、なるほど、みたいな人多いから。はい、ね。まあ、渋谷って言ったらね、はいはいはい、もうここ、はい、今日はね、Amazonのスタジオをお借りしてますけども、はい、いろんなね、収録スタジオがあって、うん、まあ、僕も昔はスペイン坂でラジオとか、夜付けに行ったりとかしたなって記憶が蘇ってきましたね。伊藤さんはね、結構そういう体質ですから、ね。ミーハーだから。はいはいはい、はい。行きます。じゃあスペイン坂とかに行って。そうそうそう。そう、はいはいはい、お、歌と光るな、みたいな。伊藤さん。なるほどね。やってましたけどね。はいはい、はい、ということでね、いつも通り今日はね、はい、カルチャー2020の、収録を行うということでね。はい。普通通りの、うん、皆さんが入ってくる余地がある。なさそうな。なさそうな。テーマでお届けしたいなって思います。ちなみに今日待って、セリエ A を、うん、見ないけど、うん、この番組のファンです、みたいな。いますね、やっぱりね。まあまあね、ぼちぼち。まあまあいますね。まああれですよ、だってこれ30人のうちの4、5人ってことは、うん、そうそうそう。そういうことでしょ、倍したら。そうそうそう。だし、ちょうどそのぐらいの人数来てくれると、うん、攻撃しやすいなと思ったんで。はい。後で楽しみです。いいですね。はい、ドレスコードを僕がお伝えした通り。はいはいはい。確かに。ユニフォームだったり。着ていただいて、ね。色だったり。あと、はい、放送 FC の方もいらっしゃったり。そうだ、いる。素晴らしい。まさかの当選っていうね。はい。はい、やっぱいつも思うんですけど、この中でもやっぱね、はい、ミランとユーベとインテルがやっぱ、北の三強。まあ、ローマも多いですけど、うん、多いですね。紫はいませんか、ね、紫はいない。僕だけですね。ということで、はい、今日はね、その北の三強、はい、フィオレンティーナにも関わらない、うん、特集をお届けしようと。そうですね、はい。何あるかまだ全然皆さんにもお伝えして、これ何をどこに映ってるの、そこに映ってるの、ああ。そういうことか。はいはい。何あるか、発表しますおぉ今の拍手待ち待ち待ち。拍手待ち。はい。挨拶。ああ、なるほど。いつも通りね。ああ、ああ、なるほど。なるほどね。はい。上ず、ちょっと高ぶっちゃった。はい、じゃあね、はい、編集点作らせてもらってね。はい。伊藤さん、鼻かきすぎでしたっけ？鼻がもうさ、もうどうしようもなくても。かゆいんやろうなって思いながら見てました。今週はね。来ちゃったの、今日このタイミングで。そっち、鼻洗いに来たかったんだ。もう、俺がそこに並ばずに。もう、並んでるね。え、もうあるんですか？並んでないの？まだじゃないですか、さすがに。ここに、あ、並んでるお父さん。うわ、すごい。これ記念写真ですよ。さっき撮って気づかなかった。うん。これよ。てか俺、やっぱうまいな。また自画自賛。
おもろ。夜遊びいると思います。鈴木雅之。鈴木雅之。すごい。でもあのなんかすごいな。ちょっと待ってよ。でも違和感はないですよ。ギリギリ。違和感はない。